僕です。今日は茨城県日立市にある大神神社にやってきました。いいよね。派な木が。こっちもすげえ立派な木がいっぱいある。で、ここに鶏、唐天候っていう天然記念物の鶏がいらっしゃる。天満神社っていうのもね、中にね、ちっちゃいのがあって、そう、それで見えるかな、逆光で見えないかな。あー、白く飛んじゃってるかもしれない、見づらいけど、あれが大鳥居がある。すげえでかいよね。こいいわ。で、この上に本殿があるんだって。ちょっとね、そっちも見てこようかなと思うので、次の動画でそちらをお届けします。